京阪宇治バス時代の宇治淀線21、京都京阪淀行宇治淀線とは、京都府宇治市と京都市伏見区を結ぶバス路線である。途中久世郡久美山町を経由する、京都京阪バスが運行を担当している。現在の正式名称は、宇治大久保淀線である。京阪宇治バスが京阪シティバスを合併して、京都京阪バスとなる以前、京阪シティバスは淀宇治線としていた。 京阪宇治バスでは、宇治大久保淀線としており、京阪式バスの合併、社名変更後も踏襲している、同社の前身にあたる旧、京阪宇治交通では、宇治淀線と称していた。2010年4月26日、京阪宇治バスは、宇治淀線と宇治地区のダイヤ改正を実施し、数分程度の時刻変更と一部便数の調整を行った。 2011年5月28日改正では、閉校後も名称のみが残っていた、城南高校の停留署名を、宇治支援学校に改称した。同年12月11日改正では、宇治お土線に、久方ぶりの新系統として、宇治車庫組山町役場間の区間運行となる 21CE 系統が設定された。この系統の路線名は、宇治組山町役場線である。 2012年11月19日より、近鉄大久保駅前広場開業により、同駅前のバスターミナルの使用を開始した。これにより、大久保駅口と大久保が廃止となった。またこれに関連して、27C 系統は27、系統に一本化されて廃止された。同時に 21C 系統も廃止された。2014年2月8日に、淀ド新町京阪淀ドのルートと、 競馬会催日の迂回ルートを正式なルートに格上げして共愛であった従来の正式なルートを廃止し、ルートを一本化したことにより乗り場を変更する。この時、淀新町京阪淀間の格上げルート上において、家内病院付近に淀木津町と京阪淀手前に従来ルートの始末の代替として淀始末町を設置した。この時、京阪シティバスでは京阪淀駅と 京阪ヨドとを統合し、京阪宇治バスでも停留署名を京阪ヨド駅に変更した。2014年4月1日より、京阪宇治バスは京阪式バスを九州合併し、新社名京都京阪バスとなり、同時にダイヤ改正を実施し2社共同運行から1社単独運行に変更され、また全便が、洛南営業所と宇治営業所とが、 移転集約された京都京阪バス8万営業所の担当に変更され、京阪宇治宇治車庫間は廃止された。京阪式バスの4号経路は、京都京阪バスが引き継いだが、系統番号は 22CE 号経路に変更された。また、八幡車庫への入出庫目的として、鞘山発着の 21CE 号経路が新設された。同日に消費税率引上げに伴う、運賃改定。 旧、京阪宇治バスでの名称の京阪宇治や京阪ヨドの停留署名を旧、京阪シティバスでの名称の京阪宇治駅や京阪ヨド駅とするなどの一部停留署名の解消を実施した。なお、京都京阪バスへの移行を機に、系統番号の故障をこれまでの XX 系統より旧、京阪シティバスと同様の XX 号経路に正式名称を系統番号より 運行経路番号にそれぞれ変更した。よって、以降の記述についても、運行経路番号及び、XX 号経路として記述する。2017年2月25日より、京阪宇治駅、大麻の区間便として 21D 号経路が、佐山近鉄大久保間の区間便として 21E 号経路が設定された一方で、宇治川の区間便である27号経路を減便した。 わずか1年後の2018年3月17日改正で21位系統は廃止された。2019年4月6日、京都京阪バスでは、全国的に顕在化したバス運転手の著しい、不足及び在籍運転手の労働環境改善の観点から、8万営業所管内全路線で大幅にダイヤを改定することとなり、早朝及び深夜時間帯における減便と、 運行区間短縮による運行経路番号の変更、最終便の繰り上げと始発便の繰り下げを、宇治淀線の全運行経路に対しても実施した。これにより、宇治淀線では、京阪宇治駅発の最終バスは大幅に繰り上がり、平日は21時36分発、土曜、休日では20時49分発の 21D 号経路となり、 また、京阪淀駅発の最終バスは平日は22時10分発。土曜、休日では21時16分発の21バイト号経路となり、その他の時間帯でも夕方ラッシュ時終了後を中心に減便となった。2019年4月現在では、京都京阪バスにより、以下の運行系統が設定されている。路線の大半が、京都府道15号宇治淀線を走行している。 同道,道路を走行していない区間は、京阪淀駅及び、組山団地界隈のみである。2019年、塗装は、一般車と同様ではあるが、後方の座席を茶室風に再現した、貸切車兼用の一般路線バスの特別使用者、宇治茶バスが導入され、同年3月27日より、暫定的に運用を開始した後、同年4月6日の全線ダイヤ改正で土曜、 ダイヤ及び休日ダイヤ時に運用を限定して、運行開始したが、本路線では土曜ダイヤのみ、宇治茶バスが運用されており、京阪宇治駅15時10分発の21号経路と、その折り返しの京阪淀ド駅16時29分発の21英号経路で充当されている。ただし、自社の都合や整備により、一般車両で運行する場合がある。なお、平日ダイヤ時、ありがとうございます。